ブランドン・ダレル・アレンは、アメリカ合衆国テキサス州コンロー出身の、元プロ野球選手。右藤左だ。2004年のドラフト5巡目で、シカゴホワイトソックスに入団。ダイヤモンドバックス時代2009年7月7日に、ドニー・ペーニャとのトレードで、アリゾナダイヤモンドバックスに移籍した。同年8月22日のヒューストム・アストロズ戦で、メジャーデビュー。 2010年は主にサンエーリノでプレー9月のロースター拡大に伴ってメジャーに初昇格すると9月1日のサンディエゴパドレス戦で満塁ホームランを放った。2011年7月31日にブラッド・ジー・グラートのトレードでジョーダン・ノルベルトと共にオークランド・アスレチックスに移籍。8月23日には1試合2本塁打を記録したが9月には チームの一塁手としては92年ぶりの記録となる14試合連続三振を喫する。2012年4月19日にウェーバーでタンパベレーズへ移籍。26日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦の移籍後初打席で本塁打を放った。2012年7月28日に福岡ソフトバンクホークスと契約したことが球打により発表。 背番号はこのシーズン途中に対談となった、アレックス・カブレラが着用していた、42。カブレラに代わる、左の長距離砲として期待されたが、シーズン途中からの加入というのもあり、日本の投手にうまく適応できずに一軍成績は12試合、打率。171、0本塁打と振るわず、ファームでも成績がなかなか伸びずに、 シーズン終了後の10月25日に対談が発表され、11月1日付で自由契約となる。2012年12月6日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングには招待選手として出場。2013年3月31日にレンジャーズから解雇された。4月8日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。 11月19日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。スプリングトレーニングには招待選手として出場する。2014年11月13日にマイナー契約でメッツと再契約する。2015年オフに自由契約となり、11月21日にシンシナティレッズとマイナー契約を結ぶ。現役引退後は、 セントルイスカージナルス参加のマイナー球団でコーチを務めており、2017年はルーキー級ジョンソンシティカージナルス、2018年は A 級パームビーチカージナルス、2019年は AA 級スプリングフィールドカージナルス、2020年からはトリプル A 級メンフィスレッドバーズの打撃コーチ。ポールコネルコの後継者と目された長打力を持ち味とする。ボールを じっくりと見て、嫉妬を見逃さず叩くタイプで、メジャー通算のアイソッド087と選球眼に優れる。一方で、メジャー通算の三振率が35%を超えるなど三振が多いほか、メジャー通算の対左打率134と左投手に弱く、2010年にはマイナーで自己最多の本塁打数を記録したが、 25本塁打のうち21本が右投手からのものだった。守備では主に一塁手として起用されるほか、外野の両翼も経験がある。大学時代にはアメリカンフットボールのラインバッカーを経験しており、体格の終わりに敏捷性に優れるが、一塁守備はメジャー通算の DRS-5、ウザー -1.8 と平均を下回る。ありがとうございます。